思い出の世界ですね。そうですね。さて今画面でご紹介している選手はアメリカの選手であります。ジェニファー・フェイ選手であります。今年のUSAのマクドナルド選手権で個人総合で1位になったという選手であります。一つどうぞご覧いただきましょう。フェイ選手です。女子は19人の選手が参加しております。屈伸のダブル宙返り、ちょっと詰まりました。 12メートル四方です。まずアメリカの選手からご紹介をしております。参加国は11カ国、男女合わせて37人の選手であります。女子の方は19人の選手が参加をしております。ソビエトのユルチェンコが今のところトップに立っております。女子です。個人総合選手権、自由演技一発勝負で決まります。ミスは許されません。大柄な選手です。これは1回ひねりですね。 足原さん、はい、なかなか大柄な選手ですね。そうですね。どうですかここまで。そうですね、シリーズも結構中身の内容の濃いものが入ってますし、はい、これからですね、最後のフィニッシュのところでどういった技を出るかです、ね。2回ひねりですね。そうですね。宙返り系統の方には持ってまいりませんでした。12メートル四方の 本のマットでありますが、ジェニファー選手1メートル57センチ、その聖選手の演技からご紹介いたしました。足原さん、女子の方の見どころはいかがですか。そうですね、女子の方は年々ルールが新しく変わっていってるものですから、やっぱり高度な内容のものがどんどんこうよく要求されているわけですね。そういった意味でもソ連のフギャーヒナ選手の 内容を見ていただければよく理解できると思います。実はこれは2種目終わった段階での得点であります。 ABC の3班に分かれておりますので、同時比較が大変に難しいんですが、ご覧のように2種目終わった段階でユルチェンコ、さすが貫禄です。 19.25 で今のところトップに立っております。それから中国の許選手が第2位なんですが、日本の選手が健闘してます。工藤美也子、それから瀬尾京子、 こういった選手が現在 19.10 ですから、まだまだ優勝のチャンスすら残っているわけであります。福島本田というところが健闘しております。男子の方の見どころも面白いですね。そうですね、頑張ってほしいと思いますよ。はい、これはブルガリアのズデバ選手であります。ゼッケン1番、ブルガリアは昨日来ました。これはムーンサルトで屈伸ですが、ちょっと手をつっかけました。ちょっと足原さん、来るのが遅れましたですよね、ブルガリアは。そうですね。軽くアップをしただけですからね。この選手は18歳であります。1メートル54センチ、45キロです。モントリオールのオリンピックにも世界選手権に参加しております。これは2回記念、個人で24位に入っております。ナショナルチームのもちろん1位です。1位です。ズデバ選手、ブルガリアと言いますと、身体操が大変に強いわけで、 表現力と言いましょうか、女性の優美さと言いましょうか、そういう点では足からさん、いい線出しますよね。そうですね、動きも駒が多いですし、はい、とても素敵な動きですよ。そうですね、はい、ユデバ選手です。ディアナ・ユデバ選手、屈伸の2回宙返りダブルです。 ブルガリアの選手をご紹介いたしました。さて今度は日本の選手をご紹介いたします。平均台井上麻子選手であります。井上選手はこれが3種目目であります。これで全日本で落ちたんですが、これは決まりました。はい、 T の0.2の加点ですね。はい、後方のスワン、これも綺麗に決めています。高さは 1メートル20センチですが、幅は10センチしかありません。 この選手は大変優雅な線を出すことで有名であります。日本選手も健闘しております。井上麻子選手は3種目目、平均台です。なかなか綺麗な線出しますね。そうですね、もう安定してますし、最後までやっぱり落ちないで頑張っていただきたいですね。そうですね、やっぱり平均台には落下というのがありますんで、落下いたしますと 0.5分。 とにかく今回は4種目10演技の合計ですので、ミスをいたしますと優勝というところから見放されてしまいます。上位進出は無理です。これは足原さん、平均台というのはやっぱり落下がありますので一番嫌でしょうね。そうですね。
どんなにあの高度な技を持ってても、はい、落下をしてはね、やはりね、あの成績に非常に大きく影響いたしますので、はい、中学校の3年生、15歳です。1メートル53センチ、41キロ。後転跳びから片手の後転跳びです。今年の全日本は5位でした。落ち着いています、井上麻子。最後は後方抱え込み2回宙返り降りであります。右足が一歩後ろに行きました。いかがですか、出来栄えは。そうですね、あのとても安定してましたし、はい、最後もあの での 0.1 の加点になりますから、はい、で最初の上がりのでの 0.2 の加点で 10,、はい、10点満点になるわけですね。はいはい、とても良かったと思います、はいはい、ですから可能か不可能かと考えると、可能だと思うんですね。なるほどね。そのための準備が今年来年と続いていくと思うんですよ。なるほど、はい、今画面でご紹介しております選手はユルチェンコ選手ですね。後ほどまたユルチェンコ選手の演技もご紹介できるんじゃないかと思いますが、ユルチェンコ選手は跳馬で 9.50 でスタートいたしまして、段違いで 9.75、 19点、現在のところ 2.5 でトップに立っております。この辺がさすがという感じもするんですが、ただあのどうでしょうかね、21歳に足利さんになりました、はい、前世紀と比較するとどうでしょう。ちょっとこうなんかあの、技のレベルがちょっと低下かなという感じもしないでもないんですけどね。はあ、そうですか、はい、なるほどね。若手の選手がどんどん出てきてますからね、まあ、ソビエトの場合は層が厚いですから、ナショナルチームの一員になるだけでも大変ですもんね。はあ、そうですね、そのユルチェンコ選手の今これは演技が始まりました。3種目目の平均台、現在のところトップです。後転跳びから後方のスワン、これも綺麗に決めています。 CD ですね、はい、足の線が綺麗に出ています。優美さを出せる選手のうちの一人であります。なかなか鼻筋の立った綺麗な顔です。プロポーションも抜群、まあ、いわばかつての体操のチャンピオンでありました。83年のブダペストの世界選手権のチャンピオンです。ユニバーシアードは2連勝しております。これは史上初、昨年は日本にも来ておりますのでおなじみ。一つのここは見せ場です。安定してますね今のところは、はい、はい、1メートル、はい、1メートル56センチ、45キロ。尊敬するスリシチェワ選手が審判として見ています。スリシチェワさんが審判として見ています。最後ですね、ロンダードから、はい、抱え込みの2回宙返りですね。あ、最後のところでちょっと尻餅をついてしまいましたね。もったいないですね。もったいないですね。やっぱり具志堅さん、こういう国際大会っていうのはフィニッシュがあれでしょう。そうですね、あの大きなミスを出さないこと、はい、着地を止めること、はい、どんな試合でもそうなんですけども、特に国際試合は大切な要素になってきますね。そうですね。でところでこのユルチェンコには宮崎アナウンサーが密着取材を行っておりますが、宮崎アナウンサーのここでレポートです。宮崎さん。はい、大人の雰囲気のあるユルチェンコ選手なんですが、普段はどういった性格かと周りの人に聞いてみますと、間髪入れずに天使みたいな人だという答えが入ってきたんですね。天使ね。はい、あ、なるほど。普段からね、あのとっても節度がありまして、はい、物腰が柔らかく、はい、でも素直、もう言うことなしの性格だなと思ったんですけれども。 あなたみたいですね。いえいえ、とんでもございません。もう確かにね、あの一緒にいまして、いつもニコニコしてらっしゃるんですね。はい、このユルチェンコ選手、8歳の時から体操を始めたそうなんですけれども、はい、きっかけはこういったテレビでですね、競技会を見て、あ、なんて素敵なんだろうと思って始めたそうなんですね。あ、そうですか。いざ始めてみると、その難しさと自分やってみるのギャップでとてもショックだそうだったんですけれども、はい、今は見せて魅了する立場になりましたね。はい、ちなみにですね、はい、彼女がテレビを見ていた時に活躍していたソ連の選手はコルブト選手やそれからフィッシュア選手などがいたということなんですよ。なるほどね。はい、どうもありがとうございました。というレポートが入りました。天使のような選手とこういう表現が返ってきたそうですが、ただし得点は 9.15 です。これでまた優勝争いは分からなくなります。ユルチェンコ選手の段違い平行棒です。スタバー飛び越え、
これは足からさん離れ技がたくさん入りますね。そうですね、はい、トカチェフからデルチェフですかね、トカチェフからデルチェフですね、はい、いいですよここまで、はい、ここで宙返りが3つ目ですね。なるほど、はい、ここまでは足の線も綺麗に出てますし、この折り技だけがちょっとね車輪もう1回これから1回目なんですね、銀になるわけですね、はいはい、何か具志堅さんちょっと見てましても、はい、最後物足りなく感じましたね。そうですね、離れ技が3つあるわけですから、はいはい、その3つある割には物足りないという、そうでした、低難度の折り方を見せてほしかったですね、はいはい、2回ひねりやるんですかね。そうですね、はい、今日は1回ひねりでした、1回ひねりでしたね、結局 9.75 でございました。今のスローでご覧いただいていますが、フィニッシュ部分でやります。ちょっとこの辺が物足りないところですが、得点の方は 9.75 という高い得点が出ています。ユルチェンコ選手の段違い平行棒をご紹介いたしました。女子の方もそれから男子の方もちょっと分からなくなってきました。優勝争いは混沌としております。隣で一生懸命計算しておりますので、後ほどまた徐々にお伝えをしていくことにいたします。ご覧いただいております選手はゼッケン5番、東ドイツの選手でヤナ・フォーゲル選手であります。そのヤナ・フォーゲル選手の今度は平均台をご紹介することにいたします。東ドイツの選手であります。国内選手権は1985年段違い平行棒が1位、それから86年ですから今年は個人総合2位です。段違いで優勝、それから平均台でも優勝を飾っております。まあ、いわば東ドイツの平均台のチャンピオンです。演技が始まりました。後転跳びから後方のスワン CD となりますね、はい、C あの BC が BD になるわけですね。なるほど、はい、まあ、大きいから見栄えはするんですけれども、ただ一見こうスピードがないというような感じまでしてしまいますね。でも切れ味のいい動きをしてますよ。あ、そうですか、はい、はい、いいですね、今の技は、はい、あ、ちょっと今のとても面白かったですね、はい、おっと危ないと、後転跳びからの2分の1ひねり、はい、もうこの平均台の上でもいわゆるひねり技が入ってまいります。うん、それはちょっとねフィニッシュ部分が物足りないような感じもいたしましたが、東ドイツのヤナ・フォーゲル選手であります。女子の方は9カ国19人の選手が参加をしておりますが、とにかくユルチェンコ選手が平均台でちょっと失敗がありまして 9.15、 優勝争いが混沌としております。身長がある割にはスピード感がありますね。そうですね、はい、そうですか、はい、先ほどの段違い平行を見ましてそんなこと思いました、なるほどね、はい、まあ、東ドイツもやはり女子体操の大変に強い国であります。今回は東ドイツからはこのヤナ・フォーゲル選手一人が参加をしております。ルーマニアの選手をご紹介いたします。ゼッケン10番ドミトル選手であります。ルーマニアと言いますとあのコマネチの国であり、そしてサボを生んだ国でもあります。まあ、いわばルーマニアの女子体操界の中堅と言われておりますドミトルです。これはうまく上がりました。後転跳び上がりと言いましょうか、片手ですね、はい、ですから D の 0.2 です。なるほど、はい、まあ、大変大柄な選手ですね。後転跳びから、ああ、高校の宙返りが2回入りましたね。そうですね、これ、はい、シリーズで加点がつくわけですよね、はいはい、BCC となってますので、はい、シリーズとして 0.2 の加点が、なるほどね、になるわけですね、はい、19歳です、1メートル50センチです。昨年の神戸のユニバーシアードにも参加をしております。これは速攻宙返り、個人で13位です。スピードのある動きですね、はい、手の動きがとても面白いと思います。特徴がありますね、手に。体操を始めて8年目と聞いております。2種目終わった段階で 18.70、 跳馬が 9.65 というのが光っております。このドミトル選手、
タイムのところをよく、はい、注目していただきたいと思います。後転跳び、後転跳び3回連続から最後は2回ひねりですか。そうですね、ですから、はい、後転跳びが3回続きまして、最後に真の技を添えましたね、はい、なるほど。そういうことで比率として 0.1 の加点になるわけです。なるほどね、はい、ちょっと採点規則が変わったんだそうですね。そうです、今スローでご紹介をしておりますダナ・ドミトル選手、ルーマニアの選手です。昨年までは、単独の D の技に対する、加点の技の内容が、はい、リストとして挙げられてましたけれども、今度新しくソウルに向けて、はい、シリーズを対象とした加点の内容が出てきているわけですよね。あ、そうですか。ですから D にプラス、はい、A または B、C の技が、はい、組み入れられるということが乏しいわけです、ね、なるほど、慣れておりますが、今度は日本の瀬尾選手が、ゆか運動に挑戦いたします。4種目目であります。中学生の選手の演技をご紹介いたします。芦原さん、はい、日本もしかし女性の体操陣は随分若くなりましたね。そうですね、今回出てる4名全部が中学生ですし、はい、ぜひ期待をかけたいと思います。そうですね、はい、この選手は中学校の2年生1メートル37センチ、もうすでに3種目終わっております。 28.50 検討しております。瀬尾京子選手です。彼女自身としては非常にベストの状態で今演技を行っております。今年の全日本は9位でした。この床は確か始まりがムーンサルトで入っていたと思いますが。そうですね、はい、それからシリーズの加点の内容もどんどん入っております。そうですか、はい、楽しみにご覧いただきたいと思います。瀬尾京子選手です。中学校の2年生朝日生命体操クラブです。静かに場内に曲が流れました。小さな体が大きく見えます。12メートル四方ブルーのマットです。まずは静かな曲から、ここから最初のシリーズが始まります。ムーンサルト、あ、成功しましたね。はい、ホッとしました。こういえばもうちょっと表現力が弱ってくればもっと良くなると思うんですけど、はいはい、でもまだまだこれからですからね、これからやっぱりこういう大会で勉強していただきたいと思います。なるほどね。これですね、前宙からの後方2回抱え込みの宙返りですね、はい、ここで 0.1 の加点になるわけです。シリーズでこれが2つ目のシリーズ。床が大好きだという瀬尾選手、もう4歳の時から体操を始めてるんだそうです。最後は後方回込み2回中前に成功しましたね、はい、これが3つ目のシリーズ。どうですか、なかなか良かったじゃないですか。はい、とても嬉しいです。やっぱり具志堅さんも、はい、日本の選手が出てくるとドキドキしますね。そうでしょうね、はい、もう手に汗が握ってですね思わず応援してしまいそうです。そうですね、瀬尾京子選手の床が終わりました。これで瀬尾選手は4種目全部を終了したわけであります。これはルーマニアのカナーゼ選手であります。平均台ゼッケン11番、カナーゼ選手は跳馬で 9.70 を出したんですが、跳馬で失敗しまして 9.05、 18.75 はちょっと苦しい展開です。この選手も確かシリーズはすごいのをやってましたですね。そうですね、やはりルーマニアもソ連も中国も、はい、そういったシリーズに対する内容にとても力を入れてやってきているわけですね、はいはい、そこの部分をよく見ていただきたいと思います。なるほどね。この選手は17歳です。ナショナルチームのメンバーです。ちょっとルーマニアもこう表現というんですか、動き自体が変わりましたね、はい、とてもエレガントになってきました。はい、ここですね、とても特中高転飛び後方宙返りかな。そうですね、はい、高度な内容です、それも同じ方向じゃなくやっぱり横から後ろの方向に変化しているものですからね、シリーズだけで 0.1 の加点になるわけです。そうですか、ここまではなかなか好調です。はい、安定しております。マダリナ・タナーゼ、これもすごいですね。はい、
後転跳びからの伸身の宙返りが2つ続いてますから ね、 でね、であのシリーズだけで 0.2 の加点になります。はい、はい、床運動見てるみたいですね。本当ですね、幅が10センチしかないんだそうですからね。とにかく平均ここの部分ですね。とてもあの高度な内容です。はい、はい、これはいい点が出そうな雰囲気が漂ってますね。で最後 の、 あのシリーズですけども後転跳びからが2回続きましたね。はい、その後にあの抱え込みの2回宙返りが入っているわけですから、はい、非常にあの高度な内容になるわけですね。なるほどね、はい、なお先ほどの瀬尾選手の床運動は 9.50 であります。 9.50 という得点を出しております。さあ優勝争いはちょっとかなり混沌としておりますが、瀬尾選手もこれは上位に入りそうです。瀬尾選手もなかなか上位に入りそうです。ソビエトのプリアヒナ選手ですね。プリアヒナ選手ですね、はい、世界ではこの選手がこの上がり方初めてです。はい、面白い入り方だったですね。そうですね、ロンダードから1回ひねって、はい、ガインの姿勢からこう、回転してるわけですね、はい、真ん中に確かひねりが入るんですね。そうです、あの中技でここですね、はい、2の 0.2 の加点になるわけです。これは世界で何人ぐらいやってるんですか、この選手。この選手だけだと思いますね。私今まで見たことございません。はい、成功しました。あ、そうですか。もう一箇所ひねりのところがあるんですよね。あ、そうですか。そこの部分もあの見ていただきたいと思います。はい、でもとても可愛い美しい動きしてますね。そうですね、はい、可愛らしいんですよね。そうですね、そこですね、はい、ちょっとあのふらつきましたね。はい、1m36cm です。まだ14歳。ユルチェンコ選手とは誠に対照的な選手であります。昨年カルスルエで行われました、はい、ヨーロッパジュニアで第3位ですね。タイムはムーンサルトの走りも調子いいな。まあもったいないですね、もう加点加点の連続ですからね、はい、もう完全に10点満点の中から、まあ、限定するとしてもやっぱり確実に 0.5 が引かれてしまうわけですね。最後で内容がいいだけにもったいない感じしますね。はい、なんかあの来年の世界選手権、それからソウルのオリンピックのこの選手は秘密兵器みたいですね。そうですね、はい、これは面白い選手が出てきましたね。それではもう一度そのひねり、今のところ世界で一人ではないかということですが、素晴らしいひねりをご紹介いたしましたが、ここでちょっとお知らせをご覧ください。さて、男女とも混戦が続いておりまして、男子の方はどうやらシェーポチキン選手が今のところリードを取ってるんですが、女子の方がですね、これは3種目終わった段階ということになりますが、巨頭工藤と井上が並んでるんですね。ただし井上はもう床が終わってますし、巨も床が終わってますね。ですからこれは大混戦、もうあと C 班が床が残っておりますので、工藤、井上、巨、ははこの3人が今のところトップであります。これを C 班が追いかけるという形になるわけで、誠に難しいこれは、レース展開になっております。後ほどまた詳しくご紹介することにいたします。これが男子の方であります。男子の方はシェーポチキンとそれから水島の差が 0.2 と、これは4種目終わった段階ですね。その後ソビエトのブルンプティスが続いております。これは水島にチャンスありと。そうですね、いうことですね、はい。これは4種目終わった段階です。非常に得点の方が分かりづらいのは、実は男女とも ABC の3班の構成がありまして、1班が休みますので、並列で、3種目が終わった段階ということがないわけです。必ず1班2班が先行しているわけですね。この辺で実は誰が今のところトップかというのがはっきり分からないわけです。女子の方はあと C 班が残っております。床運動が残っております。それで、まあ、優勝争いということになろうかと思いますが、日本の工藤にもそれから井上にもチャンスありと今のところ数字は物語っております。男子の方はソビエトが有利とこういう状況です。さて篠田選手のですね、ここで一つ跳馬をご紹介することにいたします。
篠田選手は非常に期待がかかったんですけれども、篠田美子選手の跳馬 9.50 という高い得点が出てるんですけれども、出ますか、これが篠田美子選手ですね。非常に期待がかかりました篠田美子。女子の方は2本飛んでいい方の得点がその人の得点になりますが、1本だけご紹介いたします。ロンダートから後方の新進宙返りですか。いえ、塚原の新進宙返りですね。あ、そうですか。そうです、塚原の新進宙返りですね。 9.9 万点の技ですね。はい、これが 9.50 でございましたが、段違いで彼女は 8.95 と失敗しておりますが、この今床運動が最後の C 班、あと7人の選手が残っておりまして、個人総合優勝が決まるわけであります。中日カップは個人総合選手権で行われておりますが、それでは話題になりましたフリアーキナ選手の、演技をご紹介することにいたしますが、これは段違いになりますか、段違い平行棒ですか。フリアーキナ選手の演技をご紹介いたします。回し技がとても高度ですので説明いただきたいと思います。一回ひねってますね、はい、そして肘になってますので、高度ですね、この技も。そうですね、はい、ここの次ですね、はい、1回車輪から1回ひねってます。これはトカチルですね、はい、車輪からムーンサルトですね、これで実は手ついちゃったんですね。もったいないですね、しかしこの選手は面白そうな選手になりそうですね。はい、もうとても有望になると思います。はい、8.45 です。あ、なるほどね、平均台も結局 9.30 でございました。プリアーヒナ選手 28.30 で今3種目を終わって、最後の4種目目をこれから迎えるわけです。何かひときわ大きいですね。そうですね今シリーズのところでやっぱり加点が 0.1 ありましたね、はい、足が長い選手ですね。本当ですね、はい、実は身長がですねこちらに入っておりませんで、はい、おそらく1メートル60センチぐらいはあるんじゃないかと思いますがね。この倒立のひねりの分なんですけれども、何回行っても C になるわけですね、はい、1回以上の場合は C となります。はい、はい、ちょっと他の選手に比べますと技不足ですね、はい、そうですね、はい、段違いと平均台が得意だということを言っておりました、このフォーゲル選手です。これは2回ひねりですね。やっぱり日本の選手たちがやっぱり学ばなければいけない点というのが、こう外国の選手見てますと何か出てきますね。そうですね、やはり胸から上の線の出し方ですね、はいはいはい、やはり技を行った後の決めというんですか、やっぱりそこの部分の研究もやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね、はい、これからゼッケン10番のこれからドミトル選手が演技を行います。3種目終わった段階で現在 28.35 です。ルーマニアの選手です。なおフォーゲル選手の床は 9.60、 ロットムーンサルト高いですね、位置が、はい、はい、体操系から、アクロバット系に変わっていってるわけですね、今のところは。はい、なんかブレイクダンスのようですね。そうですね、はい、ちょっとコマネチっぽいところもありましたね、はい、今のは。これは2回ですね。そうですね、選手は神戸のユニバーシアードで来ておりますので2回目の来日です。
平均台などもとてもこう動き、手の動きに特徴がございましたね。はいはい、はい、床でも同じです。体操を始めて8年目だそうであります。モントリオールの時には補欠だったと聞いております。これは、あー、尻餅。今日は大きなミスが各選手多いですね、はいはい、そうですね、はい、やっぱり、あ、ただしルーマニアはよく練習してましたよ。はははは、ドミトル選手もタナーゼ選手もね、はい、何か相当この中日カップに期するものがあったような気がしたんですが、尻餅をついてしまいましたドミトル選手であります。で、第2位 0.2 の差であります。あるいはという可能性が十分にあります。はい、いい得点出ると思いますよ。はい、床運動のタナーゼ選手、ルーマニアであります。ルーマニアは2人出ています。タナーゼ。タナーゼ選手は段違いで失敗しておりますので、ちょっと優勝のチャンスは薄いかもしれません。9.85 以上出さなければいけません。ちょっと左危ないところ、12メートル四方から飛び出しそうな勢いでした。迫力があります。女子の場合は今度は体操系の技でですね、はい、ジャンプの中でも180度以上開かなければ、はい、B あるいは C の技と認めないというふうな新しい内容の曲ができているわけなんですよね。なるほど、はい、床は曲はアトランティスは呼んでいるという曲だそうです。高さがありますね、今のもね。そうですね、今シリーズで 0.1 の加点になるわけです。はい、足先の美しい選手ですね。本当ですね、はい、一番早く日本に来まして最も練習を積んでおりましたルーマニアチーム、その中で期待がかかっているのはこのタナーゼ選手の方だそうです。これは2回宙返り、抱え込みの2回宙返り、3つ目のシリーズが終わりまして、これでタナーゼ選手4種目終了であります。タナーゼ選手は手元の集計ですが 9.85 以上出しませんと、今日ヨーバイ選手を追いつくことができませんで、38.30 で今日選手はすでに全ての演技を終了しております。後ほどまたこの巨選手のこのまま行ってしまいますと巨選手の演技が1回も出てこないということになりますので、どっかでビデオテープでご紹介させていただきたいと思います。いいですね、どの種目の技にも内容にも高度なのが入ってますからね、はい、これ新月面やるかもしれませんね。そうですね、調子が良ければですね、はい、どうでしょうかね、はい、ぜひやってほしいですね。そうですね、2回宙返り2回ひねりという技を練習ではやっておりました。さあどうだ、最初のシリーズご注目ください。やりました、やりましたね、成功しました。素晴らしいですね。これは新月面宙返りと言います。2回宙返りの間に2回ひねるという大変な技です。どうですか具志堅さん、はい、ご覧になって。そうですね、男子以上のサンプリング高さがありますね、はいはい、素晴らしいですね。1メートル36センチ、小柄な体であります。思わず中国のリネー選手を思い出しました。あ、なるほどね、はい、この選手は動きますと大きく見えますね。本当ですね、この辺もすごいですね、はい、今のはテンポから、はい、要するに2回宙返りですからね、はい、これも加点になるわけですね、はい、シリーズで14歳です。来年の世界選手権は出てくるに違いありません。この選手を育てましたのがクリメンコさん、あのビクトリークリメンコのお兄さんだそうです。これはムーンサルト、すごいですね、すごいですね、本当にね、はい、最後のシリーズにムーンサルト、はい、ちょっといや最初のあの新月面もこの選手が一人だけだと思うんですよね、世界の中 で、 そうですか、はい、その部分をご紹介することにいたします。残念ながら10点出しませんと追いつきません。これです、2回宙返り2回ひねりですね、はい、いやとにかく大変な選手が出てきたもんであります。見せましたけれども、ただ部分的にまだ足原さんちょっとミスが目立ちましたね。
そうですね、やはりあの新月面と最後のムーンサルトのところの着地のところですからね、そうですね、でも審判員はどのような見方をするかですね、はい、着地だったらもう10点出しちゃいますけどね、そうですか4審で行われておりますが 9.8 という得点が目は全員が 9.8 9.8 が出ました。しかし優勝には届きません。さあ女子最後を締めます、ユルチェンコであります。1983年ブダペストの世界選手権のチャンピオン、ムーンサルト決まりました。高いですね。クリアヒナ選手とはまた一味違った持ち味です。これも綺麗に決めています。さすがです。優雅さを感じますね。まあ惜しい、もう最後まで本当うっとりして見てましたけどね。そうですね、今日はどうしたんですかね。だけど何か本当あのうっとりさせるもの持ってますね。そうですね、あの日本の方々でも不安が多いんじゃないですか、はい、多いでしょうね、はい、あの本当にプリアヒナ選手とはもう全然持ち味が違っていますか ね魅力がありますね、何か途中まではあの単語の曲と相まってうっとりさせるようなムードがあったんですが、最後でちょっとフィニッシュ失敗しましたですね。ご覧のようにキョ・ヨウバイ選手が 38.30 で優勝を飾っております。それからタナーゼが第2位ですね。ソビエト勢はプリアーヒナが3位、井上健闘しました、3位に入りました。あとユルチェンコは現在、4種目終わりまして6位、それから瀬尾と工藤も健闘して上位に入っております。井上健闘しました。